危ねえ。危なかった。よいしょ。危な。マイク。え？マイクの受信機を落として今 U 字工に入りそうなった。どうも、グリーンロケット軍司です。さあ、久しぶりにこのメンツで今日はお届けしようと思います。今回はただでお庭の木を抜きますプロジェクトですね。建築、はい、ただ抜きですね。ただ抜きです。で、今回の場所なんですけど、10年前にお家を購入された時に植えてあった木が大きくなってしまって困ってらっしゃると。しかもですね、その下に水道管が入っているということで、これからね、抜いていきたいと思います。頑張ります。はい、頑張ります。それでは行きましょう。はい、では今回ただ抜きやる場所はこちらになります。目の前にモミジですね。モミジの今3メーターぐらいの木と、右側にコニファーがありまして、でその下ですね、その下、これはサツキだと思うんですけども、この部分を今回ただ抜きで抜いていきたいと思います。で、実はですね、ちょっと見づらいんですけども、このようにこれは涼水器と治水栓が入っているということで、でさらにその本当近くですね、数センチ離れたところにこのようにモミジが割ってまして、それがだいぶ太くなっているという状態ですね。こちらの方向に線が通っているということですね。なので非常に近い場所にはモミジが植わっているというような感じです。モミジも太さで言うと腕より太いぐらいの、かなり立派なモミジになってます。なのでこの下の状態も気になるところですね。ではね、早速抜いていきましょう。どっから行く？はい、抜いていきますか。わかりました。サツキってどうやって抜けば？サツキはまあもう普通にザクザクスコップで抜いちゃって、根っこの周りをザクザクスコップで抜けた。そうですね。1本目さつき抜きました。で、このモミジがもともと株立ちって言ってたんですよね。それを本数減らして単木にしたようで、根っこの部分が広がってるような感じですね。だいぶ手強そうな雰囲気です。ちょ、10年ぐらい経つとこれぐらいの大きさまで成長してますね。だいぶ立派になってます。ボックスウッドだね、それ。ボックスウッドがちょっとある。それでは、足元抜き終わりました。さつきが5本とボックスウッド2本ぐらい植えてありました。では残すところこのモミジとコニファーなんですけども、10年前は2メーターぐらいのひょろひょろっとした細さの木だったらしいんですけども、10年経ってね、このように大きくなってます。で、お家のご依頼主の方がちょこちょこ剪定をされていたということで、大きさはこのぐらいにとどまっておりますけども、だいたい5年経ったぐらいから毎年年に1回モミジは剪定されていたということらしいです。で、コニファーの方はかなり大きくなってきたので、去年ですね、半分ぐらいに切り詰めたということでした。外交屋さんに抜いてほしいということでご相談をしたらしいんですけども、下に水道管が近くに通っているということで、この抜くというのを断られてしまったらしいんですね。で、その後ハウスメーカーさんに相談したんですけども、ハウスメーカーさんの方でもこのモミジを徐々に上の方から切り詰めていって、根っこだけ残して腐った時に抜いてくださいというようなことを言われたそうで、なかなかやっぱり抜いてもらうということはできなかったということです。特にこのコニファーの足元ですね、あとはこちらのイロハモミジの根っこの広がりもちょっと抜いた後にご覧に入れたいと思います。はい、では、これからこの2本抜いていこうと思います。じゃあケンジ君、はい、やっていきますか。はい、今回どうやって抜きますか。そうですね、やっぱちょっとズルしようかなと。ズル他にはないやり方を今回はお見せすると。そうですね、いう感じですか。はい、もしできなかったら普通に抜きます失敗したら。はい、でもすごい簡単だと思います。はい、ちなみに何で、はい、水でいきます。水、はい、水で抜根するってこと。はい、水だけで。そうです、台風作戦です。台風作戦終わりました。じゃあやってみましょう。はい、はい、それは何ですか。一応水が入るように。ああ、なるほど。それは何ていう道具ですか。金手粉ですね。これじゃなくてもただちょっと穴が開けば、はいはい、
あ、じゃあそうやって地面に穴を少し、そうです、開けると、はい、で水を入れていきます。水を入れる、一気にやらずに、うん、はい、ちょっとずつ下に染みるように、うん、これがかなり味噌ですね。ゆっくり、それでスコップも使わず抜けるんですか。抜けちゃう予定ですね。本当に本当だですゆらしながら、そうですね、揺さぶりながら、だいぶ動いてきましたね。染み出すぐらい、もう本当に下にそう柔らかくするってことですよね、うん、おお、だいぶいい感じに、おお、いいね、すごい、おお、おお、これ猫切ってないよね、だって一回も切ってないです。まあ本当は周りに切って、うん、水入れたらもっと早く、はいはいはい、でもすごい、スコップ使ってない、抜けちゃう抜けちゃう、すごい抜ける、下草まで抜けちゃうから、うん、はいはい、結構面白いでしょこれ、うん、大丈夫そうだったら持ち上げてね。大丈夫です。大丈夫。取れた。いけた。行きます。はい。おお。抜けちゃったよ。スコップ使わないで。すごい。これは多分やってる人見たことないですよね。見たことない。これならいける。名付けて台風作戦。台風作戦。台風作戦。いいね。すごい。本当に抜けちゃった。はい。スコップ使わないで、しかもこのスコップ使いづらい場所では非常にやりやすそうで、ね、要は台風って要は倒木するじゃないですか、うん、で倒木する理由って根っこに土、水が溜まって柔らかくなってる状態で風に煽られるんですよ。はい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 。それで倒れるっていうことなんですよね。それを、まあ、パク、自然の力をパクりました。パクパクりましたね。それを応用して、はい、応用、応用して、はい、はい、抜けました、木抜けましたね。いいね、使える、使える、うん、多分見たことないですよね。ね、はい、皆さんもやりやすいと思う、これは。はい、ただまあスコップは使った方がいいっすまあ一応最初はこうスコップ使えなくても抜けるっていう言っちゃったからね。はい、はい、でまあこれよりももし大きい木だと、うん、最初に周りちょっと掘って切ってさらに水溜めると太い木でも結構、うんうん、いけますね。わかりました。はい、はい、じゃあケンジ君もう一本いきましょう今度はスコップも使いますか。そうだね、はい、じゃあ今度スコップと水だけで抜根するということで、はい、そうですね。スコップの場合はこういう感じで丸く溝を掘っていくような感じですね。根元の周りを丸く少し掘ってこの中に水を流していくというようなやり方ですね。手弱いわ。手弱い。はい。これはダメだね。太い根っこがあるということで、はい、ロープ作戦で、はい、ロープ作戦でなるべく上の方にかけて、はい、これでいけなければもうあとは地味にノコギリで切っていくしかないですね。よし、だいぶ動いてるけど、うん、ある、この辺がね動いてんだよ、こっちの方の土が。
なのでこうこっち側に強い根っこが生えてますね。こっちだね。こっち。多分こいつっぽいですよね。あ、それだ。おー、来た。おー。イエス。えい。抜けた。結構手が多かったですねこれ。抜けました。あ、すごい。かなり根っこ多いねやっぱりね。よく抜けました。抜けましたね。はい、結構太かったですね根っこ。うん。実際。まあでもこれくらい太ければこれだけの量の根っこ出てて当然だから。そうですね。うん。この辺はまだ全然人力でいけるそうですね。そうだね。すごく大変お疲れでした。はい、はい、では無事に抜けました。抜いた後なんですけどこのケースというか箱の部分もとりわけ傷がついているような感じもなく本当に間近まで木が植えてあったんですけど壊されている様子もないですね。やっぱりこういったものをある程度避けて根を張っていくんだなという感じがします。はい、それでは抜き終わりました。抜き終わった後はこのような感じでだいぶスッキリとした感じですよね。ちょっとね寂しくなってしまったかなと思いますのでここをね、素敵なお庭にしていきたいと思います。はい、では今回メインで選んだのはこちらの山鳥青玉の淡木植えてきます。大きくなりすぎてしまったもみじを抜いた後にまたねこの青玉植えるというと大きくなって二の舞になってしまってもあれなんで今回これを半樹植えで植えていこうと思います。もともともみじよりも青玉の方が成長が遅いっていうのもありますけどさらに半樹植えにすることでねより安心して木を楽しんでいただこうという感じですね。それでは今回選んだ鉢これです。青玉の鉢の直径がだいたい30センチくらいだったので今回は鉢底の内側ですね、その直径が30センチくらいのものを選んでます。じゃあ半樹植えの地下支柱やります。紐を用意してこの辺の穴からこんな感じですね通してまた戻します。こんな感じでよいしょ、これを3箇所やります。だいたい三角形になるくらいの方がいいんですか。そうですね、これ紐は土に帰らないやつだったら何でも大丈夫なんですけど今回は白縄というのを使ってます。こんな感じで3箇所できました。じゃあ鉢植えました。今度はこの鉢の中に土を、ね、入れていきます。その中に入れる土はもちろん決まってるじゃないですか。てってれー、グリーンロケットの土でございます。なんすかその土、ちょっと日焼けしてますよね俺結構前から気づいてましたよ。あれやっぱり気づいたこういう時くらいいいの持ってこいよ中身は品質保証ですから。はい、そうですね、はい、お庭の救世主、はいはい、投入します。はい、お願いします。じゃあ最後にこの紐を木に結びます。しっかり地下支柱になってるっていうことですね。そうだね、うん、これで安心じゃないですか。そうですね、はい、できました。はい素晴らしいです。それじゃあ雑草が生えないようにするためのウッドチップ敷いてきます。はい、それでは仕上がりました。このような形で出来上がっております。ではねちょっと見ていきましょう。はい、まず、メインで植えたのはこちらの青玉ですね。非常に優しげな樹形ですっきりとした雰囲気になってます。この山鳥の青玉らしい樹形がとても何とも言えないいい雰囲気ですよね。足元なんですけどもこちらノシランビッタータスという少し明るめの麩の下草で隣はですね、こちらビバーナムのハリアナムです。で奥がビバーナムのシナモミフォリウムですね。で足元なんですけど雑草が生えないようにウッドチップを敷いてからその上に、グレーの割りグリッシュを使ってます。
このグレーの割りグリー紙とこのハリアナムの色の組み合わせかなり綺麗ですね。今回半重絵にしたこの青玉なんですけど、鉢と一緒に植わってます。ただこのように隠してますので鉢と一緒に植えてあるようには見えないですよね。でこの半重絵なんですけど、この鉢の中に周りから水が入りにくいので鉢の中は結構乾きやすいんですね。なのでしばらくは定期的にこの鉢の中だけ水やりをしていただく必要があるんですけど、この上にウッドチップを敷いてしまうと土が乾いているかどうかわからなくなってしまうので、この鉢の中だけはねウッドチップを敷いておりません。皆さんも半重絵やられるときにはそのようにしていただければと思います。さあそしてこちらはですね、コバノギンバイカですね、上に直線的に伸びる樹形なので他の植物とも、また違った雰囲気が出るのでアクセントになっていいかなと思います。で奥はですね、お庭で持て余していたというふうにおっしゃられていたこの白い石をオブジェのような形で使ってます。はい、実はここにもありますね。そして中央は、白っぽい小砂利にしてます。こうすることで全体的に垢抜けた印象になって見栄えがとてもいいかなというような感じですね。はい、ということで今回も仕上がりました。ビフォーアフター比べてみていただくと違いが分かってとても変化を感じていただけるんじゃないかなと思います。まあ要するに枝を抜いていく感じで減らしていく感じでやってもらえればこのぐらいになればだいぶかなっていう感じです。